伊豆木敬の幻想小箱、口なし、シャボン玉、チャーちゃん。初夏の風が若草の香りを運ぶ日曜に、妻と散歩をしていました。ああ、気持ちいい。歌うように妻が言ったとき、風の中の甘い、胸のすくような香りが鼻をくすぐりました。口なしだ。そう言って周りを見渡しましたが、口なしの花はありません。キョロキョロする私に妻が、どうしたの?と聞いてきます。口なしの香りがしたんだけど。今?そう、今。二人でベンチの周り、ジュースの自動販売機の周りを見ますが、口なしはありません。妻が言います。風に乗ってきたんじゃない?多分そうだろうけど、すぐ近くにあるみたいな、結構強い香りだったけどな。まあいいや、カフェでも行って一休みしようと言って歩き始めた時、シャボン玉が目の前をふわりふわりと飛んでいきました。それを見て私は思い出しました。ほら、あそこにシャボン玉が飛んでいるだろう。ええ。あのシャボン玉が割れたら口なしの香りがするよ。思い出したんだ。昔、子供の頃に川の近くの原っぱで遊んでいた時に、幼馴染みのチャーちゃんが口なしの花に顔を近づけて、息をいっぱいに吸ってからシャボン玉を膨らましたんだ。何しているの?って聞いたら、ずっと遠くに、ずっと先に口なしのいい匂いを送ってあげるの。そう言っていた。あれ、そのシャボン玉だよ。君信じる?もちろん信じるわ。そうね、あのシャボン玉は少し悲しい気持ちの人、少し悩んでいる人のところに行くといいのにね。若草の香りがする風は、妻のスカートを柔らかく膨らまして、シャボン玉と一緒に空に帰りました。